はい、アン・ホノカです。前回はワープファクターをやりました。宇宙が膨張できる最大の大きさになってもワープ10を代入すれば十分に航行することができるということをやりました。宇宙が膨張できる最大の限界、これは基本構成単位である量子紐が伸び縮みして弾力性を失わない最大の長さです。量子紐は必ず2本で1組で存在します。この伸び縮みができる最大の大きさが10の78乗光年ということになります。この伸び縮みをやることと、もう一つ渦を巻かせることがあります。これも宇宙船のここで行うことですが、それぞれに名前を付けます。ボルティステ、ウズモというのがあります。これはミーテオロロジー、気象学によく出てきますが、その形を応用したものです。これをジェネレーターで渦を巻かせます。科学的に見るとこういうことを行っているわけです。それを実際に実行するのは音楽です。音楽。